皆さんこんにちは。 Apple Watch の文字盤は種類はたくさんあるんですけれども、もっといろんな文字盤があったらいいなと思うことありませんか？もともと入っている文字盤は実用的で、デザインが気に入っているものも個人的にはあるんですけれども、たまにですね、もっと自由に文字盤を追加できたらなと思ってたんですよ。で、見つけたのがクロッコロジーというアプリです。知っている方もいると思うんですけれども、このアプリを使うとロレックスの文字盤にできたりとか、カルティエの文字盤にできたりとか、他にもいろいろな文字盤をダウンロードして表示させることができます。使ってみて面白いなと思ったんですけれども、実際に試す中で気になったのが設定までの手順です。ウェブ上にある使い方の手順をまとめてくれている記事の多くが結構前に書かれたもののようで、やり方が今と違っていました。なので今回は今のクロッコロジーの使い方について話していければと思います。それでは行ってみましょう。では早速手順を説明していきます。まずは iPhone で App Store からクロッコロジーをダウンロードしましょう。アプリを開くと、まず位置情報などへのアクセスの許可が求められます。こちらは拒否でも大丈夫です。その後英語のチュートリアルが始まります。下にある始めにという日本語で表示されたボタンを選択するとチュートリアルが終了します。チュートリアルが終わったら、次に Apple Watch にクロッコロジーをインストールします。 iPhone のウォッチアプリを立ち上げます。 My Watch のタブで下にスクロールし、クロッコロジーを探します。その後横にあるインストールのボタンをタップします。これで Apple Watch 側にもクロッコロジーがダウンロードされました。では早速文字盤をダウンロードしていきましょう。今回は Facebook のクロッコロジーファンズというグループを利用します。 iPhone で Facebook アプリを開いたら、右上の虫眼鏡のマークをタップしてクロッコロジーファンズと入力して検索してください。クロッコロジーファンズのページを開いたら、グループに参加するというボタンを選択して参加リクエストをします。そうするとですね、質問に回答するという画面が表示されます。ここに書いてある内容なんですけれども、 Do you から始まるのはどういう意味かざっくり説明すると、すでに回答されている可能性のある質問を投稿する前に Featured のセクションを読んで、グループと FAQ を検索することを約束しますかという内容になります。ここはですね、 Yes と I agree という選択肢があって、どちらも賛同する意味じゃないかと思うんですけれども、ここは Yes にチェックを入れれば大丈夫です。で、その下にスクロールするとルールが記載してあります。こちらも内容ざっくり言うとですね、1つ目が質問をする前にフィーチャードまたはよくある質問を読むこと、2点目がですね、親切で礼儀正しい振る舞いを心がけること、ヘイトスピーチだったりいじめをしないこと、3つ目なんですが、文字盤の販売や広告、スパム、詐欺はしないこと、4つ目が投稿でリンクを要求しないことと書いてあって、すでにリンクが要求されていないか必ずチェックしてくださいという内容になります。ルールに同意できるならグループルールに同意しますの部分にチェックを入れます。送信ボタンがあるので、こちらを選択すれば参加リクエストが承認待ちになります。承認の許可については即時承認の場合もあるし、そうでない時もあるんですけれども、承認するまでしばらく待ちましょう。承認されたら、まず試しにロレックスの文字盤をダウンロードしています。皆さんの気になる文字盤があればそちらで進めていただいて大丈夫です。ロレックスの文字盤を設定したい場合、まずですね、右上の検索マークを選択してロレックスと入力した上で検索します。検索結果の中から気になる文字盤のリンクを選択します。多くはですね、ドロップボックスのリンクになっているかと思います。今回はドロップボックスのリンクを例にしますが、リンクを選択するとドロップボックスの画面が表示されるので、右下のですね、点々のアイコンを選択してブラウザーで開くを選択します。サファリなどのブラウザが開いたら、またはウェブ版の利用継続を選択します。遷移した画面でダウンロードを選択してダウンロードしてください。で、このダウンロードしたファイルなんですけれども、ファイルというもともと iPhone に入っているアプリ内に保存されています。ファイルのアプリを開いたら、この iPhone 内を選択してダウンロードという名前のフォルダを選択、先ほどダウンロードしたファイルがあるかと思うので、こちらを選択してください。すると iPhone 上のクロッコロジーのアプリが開きます。表示された画面でインポートというボタンがあるかと思うので、こちらを選択します。ここでヘルスケアなどのデータのアクセス許可について画面が表示されることがあるんですけれども、こちらは許可でも許可しないを選択してもどちらでも大丈夫です。今回は許可しないを選択します。ここまで iPhone 上で操作したら、
Apple Watch 上のクロッコロジーのアプリも開きましょう。その後、iPhone 上のクロッコロジーのアプリで Apple Watch のアイコンを選択すると、Apple Watch にダウンロードした文字盤が表示されます。これで文字盤の設定は完了です。文字盤が反映されない場合、Apple Watch のアイコンを何度か選択し直すと反映されることがあるので試してみてください。また、Apple Watch 上でクロッコロジーのアプリが起動している状態でないと表示することができないので、こちらも注意してください。ちなみに、クロッコロジーで表示している文字盤を複数入れている場合、文字盤同士の切り替えなんですけれども、こちらは左右にスワイプするとできます。また、ダウンロードした文字盤の削除に関しては、削除したい文字盤を Apple Watch に表示させた状態で長押しをします。ゴミ箱のアイコンを選択すれば削除完了です。ここで一つ補足があって、設定によっては Apple Watch がスリープから復帰した時にクロッコロジーの文字盤が表示されない可能性があります。スリープから復帰した後にクロッコロジーの文字盤を表示するように設定することが必要です。こちらの設定方法は iPhone でウォッチアプリを開いて一般、時計に戻るをタップします。アプリの一覧からクロッコロジーをタップしてカスタム1時間後をタップすれば OK です。はい。今回はクロッコロジーの使い方について話してきました。慣れるまで手順が複雑に感じるかと思いますが、自由度高くいろんな文字盤を楽しめるので、良ければ試してみてください。今回の動画は以上となります。この動画が良かったら、ぜひチャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。